漢字の弁活。イエーイ。この番組は息子の弁当作りに精を出す石川漢字さんのこだわりをお届けする番組です。漢字さん、本日もよろしくお願いします、はい、お願いします。今日5月12日ですけどね、もうすぐ母の日、ね、母の日ですね、うん、うちは母がいないから弁当作ってるんですけど、あ、はい、うん、母の日は何か送られたりしますか、お母さんに。母の日はですね、気持ちを送ります、うん、ありがとう。うまい。そうですね。うちはね、なんかなぜか毎年あの、だいたいこうカーネーションなんですけど、うん、あの僕カーネーションって結構なんか自分の中ですぐ枯れちゃうイメージがあって、うん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 、だからあの毎年紫陽花をね、このちょうど時期的にいいじゃないですか。いいね、うん、はい、うん、あの赤羽のロコステーションでしたっけ、道の駅の、はい、うん、そこまで行って、うん、あそこシーズンになると結構いっぱい売ってるので、はいはいはい、はい、そこの中で選んでね買ってくるんですけど。何色選ぶんですか。今年はねまだ行ってないんですよ。黄色があれば、黄色ないですよね。うちの母ね、紫が好きなんでね、結構紫のはもう送ってるんですね、うん、黄色の紫陽花ってあるんですかね。いや、聞いたことがないですがあったら嬉しいなっていう。白だ、白、白ですか。白ですかね。ちょっとクリーム色、クリーム色というか、あ、それぐらいありますかね、うん、ちょっとじゃあ探してみます。はい。でもね、毎年うちあれですよ、母の日、ちょうど5月の第2日曜日は、私あの豊ヶ丘高校の卒業なんですけど、うん、豊ヶ丘高校 の、 あの同窓会っていうのは毎年母の日なんですよ。あ、そうなんですね。そう、だからあの大体その日には送れないので、大体前の日か後になってからまた使ってしてますけどね、はい、なるほど、はい、今年は多分後になりそうです。あとね、はい、まだまだ買いに行ってないんで。そうですね、はい、でも皆さんもぜひお母さんに気持ちを伝えてみましょう。そうですね、はい、じゃあ今日はちょっとお弁当の方をね、はい、また2種類紹介させてもらいたいと思います。まずこれ結構簡単に、ね、うん、いけますけど、ベーコン、スライスベーコンね、4枚入りとかでパックで売ってると思いますけど、はい、まずねこれを縦に切ってます、うんうんうん、で、なんで切るかというと、要はこのめくっていただくと、うずらのゆで卵をですね、うん、巻きたいんですね、はい、うん、そのままの幅だとちょっと幅がありすぎるので、大きいですね。そうです、うんうんうん、なのでちょっと縦に切って、うん、で巻いていきます。はい、はい、で巻いてですね、巻いてこちらですね、そう、爪楊枝にブスブスっと刺して、はい、はい、もうあと焼くだけです。おお、とっても簡単。はい、もう簡単です。もうサラダ油で、あ、そうですね、もう、うん、ちょっとうっすら油引いておいて、うん、フライパンで、うん、焼くだけですね。はい、はい、こちらになります。うん、す、まあ、ね、見た目もちょっと、あ、ちょっと逆さですかね。ね、はい、はい、こちらになります。そうですね。色合いがすごく可愛いですね。うん、いいですかね。良くなりますかね。うん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 、これ今日この時はメンチカツと、はい、メンチカツは結構僕揚げ物は前日に揚げちゃうんですね。うん、そうなんですね、はい、冷めるのも早いですもんね。そうです、うん、もしくはですね、最近やってるのがコロッケとかもいっぺんにいくつか揚げちゃうんですよ、はい、で、油切って熱冷まして、うん、そのまま冷凍しちゃいます。揚げたの冷凍しちゃいます。はいはい、で、使いたい時に解凍するという形で、お弁当に入れるときは電子レンジでチンするとべちゃべちゃになっちゃうんで、はい、オーブントースターで、うん、うん、温めて、それからちょっとカリカリの感じになりますね。はい、うんうんうん、これもそういう風にやった感じですね。はい、まとめたものの中の1個って感じですか。うん、あ、そうそうそう、うん、まとめてあげた中の1個です。はい、はい、なるほど。あと下のなんか赤茶色のやつ、赤茶色、これはこちらは何ですか。これはあの肉詰めピーマンの焼いたので、うん、ピーマン、はいはいはい、うん、これもね、あれです、大量に作り置きしてます。へー、はい、こちらの肉詰めピーマンどうやって作られたんですか。あ、ピーマンを半分、うん、縦に半分に切りますよね。で、中の種とか取って、うん、あとはハンバーグの具を作るみたいにミンチとかでね、はい、うん、作ったのを中にキュッキュッキュッて詰めておいて、うん、でそのままあとは一個一個ラップにくるんで冷凍しちゃってます、うんうん、はあ、なるほど、いや、なんかすごい美味しそうですね。時短です。はい、もうなんかいつも勉強になります。いやいや、もうね、本当いろいろな方に教えてもらってるんで、うん、それで時短でやってますね。はい。はい。では、はい、あともう一つです。これね、ちょっと写真の撮り方が僕よくないからあれなんですけれども、
縦にして方がいいのかな。こちらで。そうですね。すいませんね。うん。この日はですね、最終的に出来上がってから言った方がいいかな。そうですね。うん、はい。まずですね、ちくわとアスパラ、うん。うん。それからスライスチーズ。この3つを使います。はい。はい。で、裏返してもらって、ちくわをですね、こう、切れ目を縦に入れてもらって、そこにスライスチーズとアスパラガスを挟みます。はい。はい。で、あとはですね、もうフライパンで焼いて、この日は焼肉のタレをかけましたけど、うん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 、そうするとこんな感じに美味しくなるんですね。美味しそうに。美味しそうですね。なんか切れ目あのちくわに入れたじゃないですか。はい、でもそれでもこうパカってこう開かずにそのまま閉じて、そうチーズがね接着剤みたいになるんですよね。はい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 、焼くとチーズが溶けて接着剤みたいになるんで開かないんですよね、はい、なるほど。なのでこの綺麗な形になるんですね。しかもこの日はですね、これこの料理に限っては包丁使ってないんです、はい、全部ハサミでやってます。あーいいですね、そうするとこう時短にもなります。早いですね。そうです、早いですやっぱり。で最後焼いた後に、はい、このさっきのね切ったのもフライパンの中でハサミでプチプチって切ってますし、お弁当はこちらになります。はい、そうですね。まあ、こんな感じで、やっぱりこのチーズとアスパラガスの相性抜群ですよね。抜群ですね。結構うちの子野菜嫌いってあんまり言わないんで助かりますね。そうですね、ちょっと野菜嫌いの子だとどうしようかなって工夫しないといけないですもんね。なんか昔だとピーマン嫌いとかね、きゅうり嫌いとかよく聞いたんですけど、なんだろうな、うちの子言わないなと思って、もう嬉しいですね。嬉しいですね。だからトマトだけはそのままの形だと嫌って言いますね。おお、プチってなるのが嫌みたい。食感が、食感がちょっと広がる感じが、そう、だから本当はこういう弁当でもトマト入れると赤が入って、もう見栄えがね、すごい良くなるんですけど、うちトマト入れると残してくるんで、そのままだとね、あの料理に使っちゃってれば全然食べるんですよ。あのスパゲッティとかでもトマトソースとか、ね、やってれば全然食べるんですけど、何が一緒じゃんって思うんですけどね。食感が違うんですよ。違うんですかね。なるほど。あとご飯をね、ちょっと可愛くしてました。ご飯こちら皆さんご覧ください。いつもとちょっと感じが違いますよね。ちょっとね、はい。可愛い。僕の夜のおつまみの枝豆をですね、はい、並べてそう、ちょっとお裾分けしてあげました。かわいい、いいですね。そうですね、これもあのお友達のお母さんがこういうふうにやって、あのお子さん、そのお母さんのお子さんの弁当にやってるのを見せてもらって、あ、これいいよねって言ったら、そしたら茹でた枝豆並べるだけだよ、じゃあちょっと真似させてもらおうと思って、はい、いやでも本当に全然違います、この見栄えが変わりますよね。はい、こちら比較してみると分かるんですけれど、枝豆があるのとないのでは全然雰囲気も変わりますもんね。食欲も変わりますかね。変わります、変わります、食べようってなります。なりますかね、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、でも結局あれですけどね、やっぱり高校生なんで食べ盛りですからね、足りないんですよ。もう一個欲しいって感じ。そうだから、これプラス必ずパンを一個。はい。そう、パンは多分学校帰りの夕方とかに食べてると思うんですけど。パンも食べて、お弁当も食べて。ね、食べ盛りですね。はい。いくら食べても二ランダが羨ましいです。もう私たちになってくるとこうだんだん蓄積されていってしまいますよね。何なんですかね。食べなくても太ってるような気がするよね。私もなんか空気吸ってるだけでも太ってる感じしますよね。わかります。はい。いや、ではここでですね。はい。幹事さん、あのこちら、はい。お、何でしょう。はい。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっと遅ればせでございます。あ、いえいえいえ、すいません、ありがとうございます。はい、ちゃんと黄色が入って、はい、バッチリです。ありがとうございます。何かこう皆さんにメッセージありますか。そうですね、僕とにかく前回1期目、今回2期目なんですけど、やっぱり市会議員にならせてもらった時に、やっぱり市会議員って
地方議員の中で一番市民に近い立場だと思うのでできる限りとにかく人と直接会ってお困りごととか相談ごとっていうのはちゃんと顔を合わせて話したいなっていうのを心がけてるので、うん、これからもそういうふうに一番近い距離にいるあの市会議員っていうふうに思ってもらえるような活動をしていきたいなというふうに思ってます。いや、はい、本当に幹事さんっていろんなこう会場に足を運んでいらっしゃいますよね。そうですね、おかげさまでなんかいろんなところに、はい、行かせてもらってます。皆さんも本当に嬉しいと思いますし、なんかこう距離感もより近いと感じます。そうですかね、はい、ありがとうございます、はい、もうこれからもそうなってもらえるように、うん、はい、頑張ります、うん、応援しています、はい、ありがとうございます。弁活もしてます。弁活も、はい、ひょっとしたら息子が今高校3年生なんでこの1年で終わるのかもどうなのかわからないですが、そしたらあのうちに一人いる母のために弁当を作るのかどうなのかわからないですけど、はい、はい、続けていきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。本日もありがとうございました。ではまたお会いしましょう。